願いいたします。久しぶりです。どうもー。ちっちゃいですね。お、え顔がちっちゃいですね。そう、そんなことない。細くていきなり出ました、ね、すいません、お手が出ちゃった。さあ、まずですね、はい、なんと今日ですね、7枚目のアルバムがリリースされました。ね、7月の7日に7枚目ということで、7で縁起がいいですね。はい、こちらですね、タイトルが、思春期1アッパーサイド、はい、非常に縁起がいいですね。でもね、7月7日に7枚目、しかもですね、まだあるんですよ。なんだか続く、そう、今回のアルバムは結成7年目ということで、で7枚目でしょ。7枚目、7月7日リリースでしょ。7曲入りで、セブンゴッズレコードズそしてレコード番号7777と、これはもうどう見ても縁起を担いでるなっていうのが、うちのギターがね、ギャンブラーだから。あ、そうなんですか。そう、そっちの7777。そうなんだ。ここまで来るとすごいこれデボカのように7がついてますよ ね、 ね、思春期1アッパーサイド、内容的にはどんな感じの、これはね、うちのバンドにしては珍しくすごいシンプルなロックンロールアルバム。シンプルな、ストレートな感じで。そう、ただやっぱり音見はちょっと病気してるかな。音見は病気、ちょっとえぐい。この思春期1のこの1っていうのはどういうような意味が。いや、2があるんですよ。2がある。2が10月に出るんで。おやん、もうあるんですか。次もう半分ぐらいはできます。ね、思春期っていうところは何かあるんですか。思春期って、ね、思春期ってね、いろいろありますよね。いろいろとね、死の世界がそのだったりするんですか。そう、あと大体もううちのメンバーなんか僕も含めて一生思春期やってるんですから。これでもいいですよ、やっぱりね。本当人それぞれ、ね、違った思春期を送るわけなんですけど、ずっと思春期っていうのもいいですよね。多分80になってもいいじゃないか、ね、決めちゃったりして。そうなんですよ、自分なりのこのね、思春期のポリシーを持つとね、いつまでも思春期だなっていう。マイキーの場合だとちょっと私なんか変なこと想像しちゃいますけど、拝んじゃいますからね、あそこに。そうですか、まあ、早速ですね、はい、縁起がいいんでもう曲いきたいと思いますが、はい、今日リリースされた、はい、アルバムからお送りしたいと思います。じゃあ曲の紹介してください。はい、ビクトリア。ビクトリア見ていただきました。なんかライブとかでパッといけそうですよね。なんかこれ、音がもう重圧っていう、そんな感じがしますよね。ギターとかかっこいいね。かなりいきますよね。本当、体が回転する感じがしてね、なんかどっか意識が飛んでいきそうって感じ。そう、ね、日曜日の昼間からすごいですよね。そういう感じがします。盛り上がりました。さあ、はい、後半はですね、伊勢さんにちょっとフォーカスオンしまして、レコーディング終了後に何か一人旅をしたっていうことなんですけど、生まれて初めて一人旅を。観光とかさ、そういうので、他のとこ行ったことなかったから、旅したことなかったから、ツアーだったりするんでしょ、いつも。だからどっか行こうかなと思って、でもすごくどういうところに行くのかなってね、気になっちゃうんですけど。いや、すごく三原のとこ行きたくて、神戸、京都あたり行ってきた。神戸、京都、どんな感じが好きなんですか。いや、なんでもいいんだけど、とにかく港があるとこ好きだから。だからああいうふうになんか血が混じっちゃうっていうかさ、時々なんかブラッとこのロック離れっていうんですか、ロックから全く離れた生活っていうか、時間を過ごしたくなるっていうふうに。だいたいアルバム作り終わった後ぐらいが、もういいよって思っちゃう。そういうことってあるんですか。例えばどういう全くその音楽から離れたいっていう、音楽っていうか音楽は好きだから、だからシャンソンとかは聴くんだけど、ロックは全然聴かなくなっちゃう。そういう感じなんですか。シャンソン聴いたりとか、なんか他に。あとは家で飲酒してる。飲酒ああね、ずっと一人ですか。そうそう。これでもあれですか、例えばそういう神戸とか京都に来まして、何かを追い求めてっていうのが、気分の旅の目的なんですか。それとも全く自分の頭を真っ白にしようっていう方が、気分変えたかったの。気分を変えたかったの、とにかく。で、なんかのんきになりたかったの。のんきにね
そうなんですよ、やっぱり、ね、京都とか、そうか、京都ってなんかのんきになれるのってなんか、ね、そうそう、真夏のところとかって感じもしますけど ね、まあ、ね、でじゃあ、どっちかっていうと、じゃあ発見、なんか発見しようっていうよりももうまたゼロに戻すっていうか、うん、リフレッシュするためのそうだね、一人旅、まあ、何やったって発見は絶対あるでしょ。そうですよね、うん、だから、まあぼーっとフラフラと。なるほど、これあれですよ、伊勢さんだから絵になりますよね、京都とかね、うん、それがなんないの。なんですか。遠足チルドレンとかさ、うん、修学旅行チルドレンがさ、うん、死ぬほどいてさ、うんうん、大変ですよね。だったもうさんもいるし、あれですよね、いや電車の中とかで捕まったらもう大変ですからね、業界の方は。いや、そういうんじゃないの、ただ変なやつがいるなって言われるだけだからさ注目されますからね。そうですよ。さあ、ライブの告知参りたいと思いますが、はい、9月の21日土曜日ですね、渋谷のオンエアで、行われます。これはどういうライブになりますか。まあ、多分今回のアッパーサイドを基本にしてるから、はい、今見た通り、ぐっちゃんぐっちゃんになるじゃないかなと。ぐっちゃんの音、音圧っていうね、うん、トリップしちゃうライブか。そしてですね、先ほどもちょっと話が出たんですけど、この2の方ですね、思春期2、うん、そしてその後にアッパーサイドと来た、あとはダウナーサイド、うん、ということでありまして、これは10月の21日に、リリースが、決定しているということで、こちらの方も、期待していただきたいと思います、はい。ということでまた、あっという間の時間でしたけど、一人旅をまたやさって楽しい話をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで今日、2人目のゲストはデイジーベッドの伊勢さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 It's the greatest edition of domestic video music on 別冊ミュートマージャパン。